さあ始まりました寄り道の旅でございます。さあ前回なんですが、私の X で本当に多くの情報をいただきました。石橋さんの X にはご馳走の情報が20件以上も。本当にありがとうございます。ユリアさんからの情報をいただきまして、大須のセロリさんがスパゲティとハンバーグがめちゃくちゃ美味しいという情報をいただいたので、早速寄り道したいと思います。もうそろそろあるんですが、セロリさん、あれかな、あの信号のところ、あ、書いてある、大きく鉄板スパゲッティ柔らか和牛ハンバーグって書いてあるよ。うわ、写真がめちゃくちゃうまそう。入れるかな。この企画アポなしですので、まずは取材交渉。開いてるかな。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。あ、開いてない開いてない。到着した時はまだオープン前。どうもお世話になります。すいません、朝早くから。ハンバーグぐらいだったらできるということだったので。わかりました、ありがとうございます、はい、すいません、はい。石橋さんがちょっと寄り道したのは大須セロリ南店。とってもお腹が空いていたようで。はい、失礼します。うわー、はい、こちらが和牛ハンバーグ定食になります。うわー、こちらがイタリアンですね。おおか、すごっ。どっちから食べればいいんでしょう。黒毛和牛 100% のハンバーグ、手作りのデミグラスソースはたっぷりとボリューミー。すごい大きいですね。ちょっと開けてみましょうか。うわ、柔らか。うわー、すごい。甘っ。ほろっと肉が崩れて肉汁がドゥワーって出てくるんですよ。デミグラスソースですか。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとバウンドしてみる。これいやー、ちょっとこれご飯だとまた美味しいんじゃない。甘っ。やっぱりハンバーグとして食べるとより美味しい。続いては自家製ケチャップをまとった生麺に濃厚卵を流し入れる鉄板イタリアン。熱々。え、絡む？どうする？絡んじゃう？どうする？これ。わあ、すごい。うわ、ちょっと待って。うわ、ちょっとすごい。うん、おいしい。めちゃくちゃもっちもち。トマトケチャップがめちゃくちゃおいしい。甘くはそんなにないんですけど、この麺に絡まってめちゃくちゃおいしいですね。本田さん連れてきましょうよ今度、もしそうだったら。すげえ食うからPS から変わってないですもん、あの人の食べ方ってね。だからすごいなって思う。本田さん、今度ドライブ行きましょう。料理撮影をしている間にごちそう調査へ。こんにちは。すいません、中京テレビなんですけど、お話聞けます？ちょっとお時間あります？住宅街で出会った中村さん、東海道沿いのごちそうは？あー、いやー、わかんないですね。人いないですか？話してみます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、お願いします。すいません、ありがとうございます。石橋さん、地元の方を探しましょう。
あ、うちの嫁が。あれ、ちょっと、すいません。野菜がたっぷりとサンドされたボリューム満点のサンドイッチランチや、レトロ喫茶店ではまさかの味噌田楽、さらに濃厚な生湯葉の豆腐御膳。あ、うちの嫁が。あれ、ちょっと、すいません。テレビめっちゃ見てます。ありがとうございます。痩せましたね。え、なんか痩せました。駐車場で出会った中村さんがわざわざ奥様を連れてごちそうのお店を教えてくれたのです。ティーザーっていうあのケーキが美味しいティーザー、ティーザーカフェなんですけど、2号店はそっちにもあるんですけど。2号店はどこに、どこにあるんですか、ね、呼び継ぎになるのかな。あ、呼び継ぎ2号店、はい、本当助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。この時期気がかりなのはあれですよね。さあ今1時になりましたけど、本当に今日雲が一つなくてお出かけ日和なんですが、日差しが強いですね。この放送の時は6月ぐらいだから、もしかすると東海地方梅雨入ってる可能性ありますね。6月8日頃が東海地方梅雨入りでほぼ平年並みですから。あった、ありました。わ、人すごい。なんか外で食べてますよ。今人すごかったよ。わあ、食べてらっしゃいますもん。すごい。こんにちは。こんにちは。中京テレビと申しますが、すいません、今この辺りロケしてまして、ティーザさん の, あのクロワッサンやりなんか美味しいという情報を聞きまして、でちょっと今アポなしなんですけど、取材できないかなと思いましてちょっと来たんですけど、はい、ちょっといい、待ちます。全然待ちます。全然待ちます。 OK です。 OK でした。大丈夫って。今ちょっと忙しいので、席開けてくれらしいので入りましょう。南区塩田町にお店を構えるティーザー、朝9時から夜の11時まで営業。モーニングは食べ応え抜群なメニューが全16種類でも、ランチはもっとすごかった。ちょっと待って、今ちょっとちらっと見た。うっそ、ちょ、失礼します。これ一人前？一人前ですね。本当に？結構持って行かれると皆さんっていう、いや、いいだよ、リアクションが毎回結構あります、ね、石橋さんはエビとアボカドのクリームチーズサンドをチョイス。サラダ、スープ、ポテトにドリンクもついて1100円。すごい。ちょっとこれでかいよ、顔が見てください。この野菜がすごい入ってます。トマトとアボカド、エビ、エビ、エビが見えない。エビが中入ってんだね。ん？おいしい。おいしいですね。レタスがすごいぎっしり入ってて、アボカドがまた柔らかくて甘いんですよ。これ美味しい。ありがとうございます。あと変わったパンですよね。普通のパンじゃない感じが。何パンですか？僕ももう教えてくれない。え？それはちょっとダメみたいな。教えてほしいよね、パン。どうした？伝えたい。どうした？まさかかな。ずっと気になる。わざとじゃないよ。本当伝えようと思って真剣だったのよ。もういい大人なんですからしっかりしてください。さあ再び町に出てごちそうの調査。しかし40分歩き回るも誰とも出会えず。どうしよう。いない。本当にいない。あっち行かないと。進むしかないんだよ、うちらは。逆側行きます？戻って。こっち行きます？反対側。確かに、確かに行きましょうか。あの辺、どう？なんかいそう。いそうだよね。いそう。
いそうだよね。こんにちは、中京テレビですが。こんにちは。こんにちは。今だいカメラ大丈夫ですか？大丈夫ね。あ、映ってる。映ってるよ。テレビは映ってないけど、このカメラに映ってるよ。すげえ。すげえな。お出かけしたの？今から。今から行くんだったの？小山にキャンプ行く。あ、キャンプ行くの？うん、いいじゃん。お出かけ前に出会った雨竜さんご家族。東海道沿いのごちそうは？カフェオアシス。カフェオアシス。オアシス。オアシス。豆腐が食べれる。そうで、田楽のこういう豆腐屋さんですか。豆腐の隣にあって、もうランチ終わってるかな。でもオアシスでも頼めばこのこれも食べれたりするので。田楽とか。はい。これからなんかバーベキューじゃなくてキャンプ行くらしい。あ、そうキャンプ行くんです。ごめんなさい、ありがとうございます。暑いんで皆さん気をつけてくださいね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございます。ようやく呼びつきを脱出しまして、桜本町の方へ行きたいと思います。名古屋やっぱり最高気温 27.7 度まで今日上がりまして、暑いですね。ちょっとここらで冷たいものが恋しくなるような、そんな時間帯になってきましたね。どこだ、あ、あった、ありました、ここですね。すごい、なんか昔ながらの佇まいですね。すごい、モーニングサービスが12時までやってる。こんにちは。こんにちは、中京テレビなんですけど、はい、今この辺り主催してまして、大橋さんがなんか豆腐を使った料理が食べられるって聞いてですね、ちょっとアポなしなんですけど、今この辺りで取材行って食べさせて、カメラ待ってて、カメラ行けますかね。いいっすよ、全然。大丈夫、いいですか。はい、あ、やります、はい。南区寺崎町にあるコーヒーオアシス。このレトロな喫茶店では豆腐を使った料理がいただけるんですって。おすすめは、今の時期だとちょっと暑くなってきたんで、このトロイバで湯葉を使ってこのトロイバ田楽で、こちらが高田豆腐店の御膳でおすすめになってます、はい、湯葉も美味しいですよね、これから暑くなるとね、はい、他にもよもぎが練り込まれた香り豊かなもちふ田楽などの一品料理も喫茶店でいただくことができるんですって。甘いもの好きの石橋さんは、あ、すごい、あ、すごい、ありがとうございます、すごいおしゃれ。これが豆乳の使ったソフトクリームですね。いただきます。おいしい、あ、すごいまろやか。普通のソースじゃなくてやっぱり豆腐が入ってるからすごく滑らかが、そうですね、豆の自然のこの甘さが楽しめれるから、はい、これはアイスクリームしちゃうとこうより美味しいですよね。そうですね、ありがとうございます。南区氷室の交差点から出発し、今回走った距離 3.5 キロ、ゴールの浜名湖まで残りおよそ100キロです。